こんにちは、モナラチャンネルのマサです。モーナーモーナーサッカーゴールのポストに当てれるまで帰れません。わしょーい。人がいないですね。人がいない。本日はサッカー企画でございます。はい、あちらにサッカーゴールを用意しました。サッカー初心者です僕たちは。そうですね、まあ何本か動画出してますけど、ひどいありさまだと。そろそろだからシュートのね、練習をしないといけない。そうだということで、今回はコントロールをつけていこう編です。あそこにあるポストに当てるまで、上ね、上、うん、やっていきたいと思います。ラインはだいたい PK のラインぐらいかな。そうだね、あれがちょっと後ろに出てるんで、こっちもちょっと前に出てやってます。はいはい、では早速やっていこうと思います。はい、めっちゃさ、こうなっちゃう。すごいね、蹴っててやっぱ左足がね、重要ってことが分かる。何や大丈夫、一切使わない。左足をね、こう向けないとね、こっちに行かないから。なるほど。向けない。ボールの下を蹴らないといけないよ。ボールの下蹴らないといけないね。そうない、そういう感じになる。さばい。危ない。そうそう。行けそう。今行けそうじゃなかった。行けそう。もうどんどん強く蹴ったら。あ、いいじゃん、いいじゃん。結構これ早く帰れる可能性あるな。わ、はい、あ、いい。なんでやらないの。なんで本番でそれやらないの。嘘でしょ、今取れてた。いや、取れてたけど、え、やめて。あー、あれじゃん、まぐれの1回練習で使って、その後は全然できないパターンの人。あと1000球くらい出ないよ、もう。いや、絶対出ないよ。やば。今回どうですか。本当に、うん、蹴るっていうか、ボールを下に足を入れる。分かった、地球を蹴ればいいんだ。よし、やるぞ、行くぞ。はい。え、惜しい。めっちゃ惜しいやん。え、惜しい。めっちゃ惜しいやん。いけそう、帰れそう。これ帰れそうだ。あ、惜しい惜しい。トーキックにね、やっぱなっちゃうんだよね。トーキックじゃなくて上に開けるのってできんの。いい。あー、惜しい惜しい。足の甲で蹴ってみよう。はい、どう。なんか微妙い。マサ行きます。キーパーピッ。やばい、さっきのマグレを出すだけ。ピッ。うわ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 、おっしおっし、当たったと思ったわ。ね、トーキックではない。トーキックではないね。すごい能力者じゃん。うわ、うわ、うわ、蹴りすぎ蹴りすぎ。なんか足の甲っていうか、このここで蹴るといいみたいですね。よーし、ピッ。わ、サッカー YouTuber の皆さん教えてくださいよ。いや、むずそうだぞ。マサはね、結構上に行ってるね。でも弾道4、いきます。はい、D。 うわー、なんか助走つけろって言われたんだけどさ、助走にここに合わせるのむずいんだけど。いいよ、 D。 確かに助走つけると飛ぶわ。飛ぶけど、この企画に飛ばすのはいらないわ。え、うわー、え、うわー。いやー、いいよ、そろそろ当たりそう。あ、低いな。いきます。分かってきた。やばい。ほっ、おっせ。おっ、あ、当たった当たった当たった。上じゃないよ。サッカーやるからね。まずい、ちびっ子たちがグラウンドを使うと言っている。え、うぅ、惜しい。めっちゃ惜しい。
もうね、時間もないんで、そろそろ決めたいと思います。はい、いくぞ、上がれ上がれ、もっと上がれ上がれ、あ、上がれ、いくぞいくぞ、当たったと思った、めっちゃ当たったと思った。今この動画でこれ見に来た人、絶対この人たちまあまあサッカーできると思われる。あーダメだ。そうそう、掴めてきたんでね、行ったろうと。マジで当たるよ、そろそろ。電源撤回、まだ無理です。さあ、奥の公園にね、お母様方がたくさんいらっしゃいました。ここで決めるしかないよ。誰にも見られてねえよ。いきます、ピッ、わっ、ちょ、左で蹴ってみる、左で蹴ってみます。なんで、今のはヤバみ。下手です、右の方が。左でもです。左利きだった、左利きだった説。その説あるな。お遊びで当てちゃう感じ、ね、でもなんか俺もね、そろそろ当たる気がする。だから今困ることは一つ、まさにここで帰られると俺がね、あの、帰りづらくなる。取りに行かなきゃいけないから、いきます。はい、いやー、いやーすごい、すごい、2打席連続ホームランと一緒ですね。いや、どこまで続くかやろう、どこまで続くかね、何回連続でポストで当てれるかね。3打席連続あるよ、いきますよ。うわー、バーにこすった。ということでね、まさかの、うまかった俺。俺ら開花しましたね。意外と速攻終わった ね。もっとかかると思ったんだけど、うん、でもやっぱトーキックになっちゃってんのかな、やっぱり。俺はトーキックだったね。難しい。まあ距離が出せないから、まあその辺もやりつつ、まあ3年後のプロを目指します。まあできれば1年後ぐらいでね。はい、はい、絶対叩かれるんで謝ります。また、ね、今後も違うスポーツもどんどんやっていきたいと思います。はい、はい、本日も動画最後までありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。はい、これ3人増えます。2月のプレゼント発表、おっすおっすということで、ね、はい、お待たせしました。ていうか、プレゼント発表する気そんななかったんですけど、あのメールが来た人だけ分かる式なんですよ、多分書いてあるはずはずなんですよね。まあでも、当選者発表をしてくれっていうコメントがめっちゃ来るので、はい、します。っていうか、2週間前ぐらいにもうメール送ってます。連絡が来てないそうですね。連絡が来てないそうなのでします。はい、サインボール2つとグローブ1つ、はい、ベイちゃんさんのやつで。じゃあサインボール2つも僕が発表します。1人目、グーちゃんさんです。グーさんですね、この人。グーちゃんさんなんで。疲れすぎて反応がなさすぎる。2人目、はい、高校球児さんです。よっ、高校球児さん、差がすごい。これさ、名前かぶってない？大丈夫？かぶってるよね。できるだけだからかぶってなさそうな名前がいいと思うんですね。そうだよね、はい、グローブ山家慎さんです。ありがとうございます。本当に連絡来てるはずなので、ぜひ迷惑ボックスとか確認してみてください。あの、前回のプレゼントも当選者から連絡が返ってこなくて別の人を当選させたんですよ、はい、でその人からも連絡が返ってきてなくて、だから今前回のプレ、前々回のプレゼントもあのウームにあります。また本当にメールをチェックして、いやいや、だからメールをチェックした方がいいですよ。で、特にあの携帯のキャリアのメールアドレスとかで登録してる人はなんかドメイン指定とかでなんかパソコンからのメール全部ブロックされちゃうみたいなあると思うんで、多分それも書いてあると思う、うん、それも全部書いてあると思うんで、あの、ぜひぜひよく見てねください。で、今回今言った人の中にも連絡が返ってきてない人がいるので、このね、動画が上がってもうちょっとしたら多分また別の人を当選させちゃうので、その辺気をつけてください。はい、
しゃべんそう。ああくそ、阻止できなかった。